バーの手芸チャンネルです。ノアルくんは今日はライオネスコーヒーキャンディーをもらって喜んでおります。それでは昨日の続きをやりたいと思います。昨日はハガキに下書きからペン入れをして塗り絵ができる状態になっております。筆竹透明水彩セットで色をつけたいと思います。始まりでは空の方から塗りたいです。ちょっとグレーっぽい色で、薄い、ちょっとこうもやもやっとした雲かな。次は山の方ですね。ぽいのと白を持って、さ、
と暗めなところにも青を下に入れておきます。なんとなく次は緑っぽい色で山を塗りたいと思います。次は黄緑色を使いたいです。
って言いましたね。ビヤーンっていうほども長いビャーってできないですね。ささささささ。次は茶色。明るい茶色、黄土色かな、これは。遺跡のブロックのところですね。さ。全体的にさーっと塗って。後から影を入れる。山もちょっと茶色いところを足したいな。昨日苦労してせっせと細かく描いたので、なんとなく形はいいんじゃないかなと思います。遺跡の暗いところを塗っていきます。影のところですね。
じゃん。
できました。